私にお任せください。凛子先輩マジかっこいい。美人で頭も良くて料理もできて、世の中不公平だよね。住谷さん、坂崎さん、ぼーっとしないで。先輩に見惚れてたんですよ、完璧だなって。何言ってんの。人生の晴れ舞台で失敗は許されないよ。はい。ほら、いろいろ。わあ、素敵です。お綺麗です。ありがとうございます。私は天木凛子、27歳、ウェディングプランナー。それでは後ほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今年の春チーフに昇進。凛子さん、今日のメニューなんですけど。大丈夫です、よろしくお願いします。ありがとうございます。ちなみに私の得意料理はアクアパッツァ。お二人の思い出の曲です。よろしくお願いします。かしこまりました。得意な楽器はバイオリン。27歳にして地位、名誉、憧れ、羨望を得た。完璧な女でいるためのピースは揃っている。素敵にしていただいて。おめでとうございます。このバージンロード、処女のまま歩く女性は何人ぐらいいるのだろうか。大抵の人は恋人同士の時に体の関係を結び、相手のことを見極め、ここへと至るはずだ。私には絶対的に足りていないピースがある。素敵な式だったね。ほんと憧れちゃう。でも上坂さんに絶対惚れてましたよ、花嫁さん。上坂さんのこと見つめてありがとうございますって。うちらプランナーが必死に考えて作り上げたのにね。でも営業部のおかげで予算莫大に出してもらったんだから、私たちも感謝しなきゃね。はい。まあしょうがないか。上坂さんかっこいいですもんね。ああ抱かれたい。彼氏いるでしょ。だって上手そうじゃないですか。ちょっと、使っていい？ねえ、どけてもらっていいですか、これ。あ、はい。どうぞ、お取りください。上坂源、同期入社で同い年。私たちは若手のホープとしてずっと比較されてきた。が、この男は私よりちょっとだけ早くチーフに昇進した。まあ、ほんのちょっとだけだが。あばす。相変わらず透かしてやがる。っていうか見ました？上坂さんの指先やばかったですよ、うん、爪がすっごい綺麗だった。あれは女遊びしてるね。絶対テクニシャン、うん。檜山与一、35歳。普段は有名なアーティストの PV などを撮っている新進気鋭の映像作家。最近やっとのことで口説き落とし、ウェディング映像を撮ってもらっている。
私の QR コード。ああ。檜山さん？おっさんだから、そういうのは分かんないや。じゃあ、貸してください。はい、連絡くださいね。この年になると若い人は分かんないよ。ある程度年が近くて酸いも甘いも経験した人じゃないと。こう見えていろいろ経験してますよ。私に足りていないピース、それは生態圏。もしこの事実が周りにバレてしまったら。え、凛子先輩処女？嘘、あんないい女ぶってね。あの年で処女はないっしょ。焦りから舞いを見る悪夢。一刻も早く生体圏というピースを手に入れてこのプレッシャーから逃れたい。大丈夫？気合入りすぎじゃない？そっちもね。今夜来てくれる後輩のカナ、若くて可愛いんだよ。はあ、邪魔させないでよね。こっちも必死なんだから。私さ、凛子が焦って男探ししたところでもう無理だと思うんだよね。なんで？わかんないの？初めては絶対に素敵な人がいいの。妥協したくない。私、高級な女でいたいの。1、処女を笑わず。2、蔑まず。3、余計なことを口走らない口の堅い男。味噌汁目前で条件作んな。しかも3つも。年とか関係ないから。その子も男性社会に汚されちゃってるね。私はアラサーだけど仕事も自分磨きも一生懸命やってるプライドってのがあるの。プライド高い人間ってやだな。女うんぬんじゃなくね。けど私は見た目も収入も求めてないから。絶対だね。うん、だが早く捨てたいとはいえ人選でミスしちゃったら。やっぱり顔はかっこいい方がいいです。今まで必死に気づいてきたものを壊されかねない。お待たせ。来た。どうも。どうも、はじめまして。みんな趣あるかわいいね。趣ある。嬉しいからボックス踏んじゃう。ボックス踏むの？あんた一緒にボックス踏みなよ。一緒に踏めちゃうの？ちょっとだけ。どういう人が酔っ払った面白い。いや、私に。え、めっちゃ面白い。じゃあ好きな芸人さん。キュンです。知ってる？一人だけですか？でも好きな人いっぱいいるからな。知ってる？何それ。芸能人と付き合ったことあるけど大変だよね。誰？ここだけの話だよ。誰にも言わないでね。やば、俺その話いろんな人に言っちゃった。おい、マジかよ。ごめん。でも別にいいけどさ。そう、ここまで言ったからね。みんな貸し方いいでしょ。大丈夫？
じゃあヒント出すから当てて。低身長系です。低身長かも。あの、私たちもこの後飲み直します。あの、ジェザー結婚してまして。私にはまだ足りない。ピースもお酒も。どうぞお好きな席へ。偶然だね。お隣いいかしら。どうぞ。よくこのお店で飲むの？たまに。私初めて。いい雰囲気のお店だね。おう。お酒結構飲むの？普通。ああ、ゲンが女の子と話してる。え、話してるっていうほど話してないですよ。すかしちゃって。ん？こいつがすかす？それは絶対ない。おい、はじめまして。僕、ここの店長の久慈です。こいつは小中高ずっと一緒で。あの、お二人はどういうご関係で？お前黙れ、下がってろ。これは面白いかも。なんでだよ、それぐらい聞いたっていいだろ。上坂君と同じ会社で同期の天木です。あら、ちゃんと仕事やれてます？もちろんですよ。うちのホープって言われてますから。お前成長したんだな。マジでうざいから。あれ、上坂君の学生時代ってどんな青年だったんですか？高校の時のゲン。お前ふざけんな。これ本当に上坂君？こいつ今でこそイケてる風ですけど、学生時代は勉強ばっかで無口な暗いやつで、陰気だから女子たちからコケって呼ばれてたんすよ。コケ？コケ。きついでしょ。そのせいでさらに女の子の前では無口になっちゃって。なんかすごく親近感。俺帰るわ。もう帰っちゃうですか？怒るなよ。ごめん、ちょっと悪口言いすぎたから。元君の可愛い一面をね、一つ。お前これ以上余計なこと。元君のこと早く聞かせて。元少年の初恋は17歳の時。
お相手は同じ年の志保ちゃん。志保ちゃん、字はどうなの？確かね、志すに稲穂の穂、ちげえよ、保つだよ。それだ。まあね、もう好きで好きで大好きだったの、こっちが見ててね、かわいそうになるぐらい。付き合ってたの？まさか告白なんてできませんよ。なんせコケですから。高校大学そして現在も。くじ頼むからもう黙ってくれ。志保ちゃんのこと忘れられないんだ。そうなの、やばいでしょ。私は純愛だと思うけど。初恋こじらせすぎて未だ童貞でも。同期のよしみで、こいつの童貞もらってやってくれません？お前ぶっ殺すね。ごめんごめん、怒んなってな。1、処女を笑わない。2、蔑まない。3、余計なことを口走らない男。過剰にぴったりだ。上坂君。え？なんだよ。私が童貞もらいましょう。こんな理想的な物件逃してなるものか。あんた何考えてんの？こんなふざけたことするタイプだった？ふざけてないよ、本気だよ。あれ、もしかして上坂君ビビってる？行くぞ。でしか見たことなかったけど、おっとダメダメ、相手は童貞だ。しかも私が処女だとはバレていない。優位にことを進めてやる。キスはしないでね、恋人としかしないって決めてるの。先にシャワー使っていい？行ってみたかったやつ。シャワーとか別にいいよ。え？いや、ちょっと。童貞だからってビビってると思ってんの？俺も男だよ。いいなら、遠慮しないから。
上坂君の鼓動が伝わってくる。私、処女なの。上坂君から感じられた激しい鼓動は今の一言で消えた。未経験パートナー協定いいよ。次の火曜日に私はリベンジする。なんでずっとそんなヨーヨーなの。上坂君本当に童貞。演技じゃなくて本当に幸せな瞬間をこの目で見られるっていいね。意識してんの。次はちゃんと覚悟しておけよ。男だって誰とでも連絡先交換したいわけじゃないんだよ。今日は逃げるのなし。